しんでるようだな、ウォンバットの日2022に来た諸君。だがな、楽しい時間もこれで終わりだ。我が輩は悪の秘密結社ブラックウォンバットのボス、池田氏と共に誕生し、池田氏の闇を支えてきた組織だ。今日はウォンバットの日2022ということらしいや。なぜ我々が呼ばれていない？ウォンバット界の最長老様、ワイン様のギネス記録公認の時も、勇気を振り絞ってこの格好で街を歩き、モザイクアートに参加したこの私が、なぜ呼ばれていない？呼ばぬなら、持っとるまでだ。ここからは私の時間だ。そこまでだ。え？なんか騒いでる奴がいると思ってみたら、またお前か。お前は池田レンジャー、サツキヤマグリーン。たった一人で現れるとはいい度胸だ。入り討ちにしてくれるわ。憲法奥義、ウォンバットヒップシールド。ああ、お前もウォンバット憲法をそこまで使えるようになったか。だがな、ウォンバット憲法を使えるのはお前だけではないぞ。何？くらえ。ウォンバット憲法究極アルティメットファイナル最終奥義、ウォンバットヒップシールドアタック。どうだ俺様のウォンバット憲法の味は。めちゃくちゃダサいけど聞いたぞ。ダサいって言うな、最終奥義だぞ。グリーン、グリーン。あ、みんな、己現れよって書きだれんじゃ。だがな、今日はとっておきの作戦をもうすでに仕込んである。なんだと？おいお前ら、あれをやれ。あれとはなんだ？お前らいつもやってるやろ、あのなんかバーバーバーって言って登場するやつ。ヒーローなのにのことか。あ、そうそうそう、あれヒーローなのにって言うの。知らんけどそれ早やるや。やっていいのか。よし、わかった。おいレッド、これは何かの罠だ。こんな流れで名乗りができるわけがない。いや、ブルー、俺はこれをやらないとテンションが上がらない。みんな、行くぞ。 おい、待て、何かの罠だ。ブルー、もう始まった。お前もやれ。ああ、もう仕方ない。矢川の清流より誕生、矢川ブルー。サツキ山の大自然より誕生、サツキ山グリーン。子供たちの声援より誕生、チキンイエロー。レッド、最後だ、決めろ。おう、任せろ。今だ。力強く燃え上がる松明の炎より誕生、ガンガラレッド。ああ、なんだこれは、全然ヒーローっぽくないじゃないか。これはかつて古に栄えた伝説のアイドルグループ、キーパーガールズのウォンバットの歌だ。今日のこのウォンバットの日に最もふさわしい曲ではないか。うわ、やめてくれ。おい、どうしたレッド、しっかりしろ。こいつが苦しがるのも無理はない。何？どういうことだ。おいガンガラレッド、お前最近広報に乗ったからって調子に乗ってるらしいな。ああ、俺たちはやっと池田氏に認められたんだ。は、笑わせるな。お前ら池田レンジャーとキーパーガールズとの決定的な違いを教えてやろう。キーパーガールズは池田氏公認。やめろ、それを言うな。お前たちは池田氏非公認団体だ。おいレッド、そんなこと気にするな。そうよレッド、あなたは非公認だけれども、もう立派なヒーローよ。あ、どこまでもメンタルが弱いやつめ。リーダーのお前がそんなことじゃ、この先思いやられるな。お遊びはここまでだ。これからはウォンバットの日乗っ取り作戦を決行する。イエロー、レッドを頼む。分かったわ。グリーン、お前は奴を追ってくれ。ああ、ここの会場は俺が守る。頼んだよ。現れたな、かかってこい。Thank you.
せやったらブレイク。待ちなさい。お、おお、私とやり合う気か。チキンイエロー、貴様に何ができる？私もレンジャーの一員、あなたの好きにはさせない。やってみろ。やあ、はあ、えい。何かしてるか。おら、おい、やめろ。次はサツケマグリーンか。かかってこい。くそ、うん、やだわキャノンショット。この技は大丈夫かグリーン、ブルー、やかぁ、おのれ次から次へと現れよって。今今しいキドレンジャーどもめか。おい、あれを連れてこい。は、あれはウォンちゃん。おい貴様、ウォンちゃんに何をする気だ。まあ待て、慌てるな。ウォンちゃんの機動力は絶望的だ。もう少し時間をくれ。ああ分かった。よしよし、いいぞいいぞ、ゆっくり慎重にな。何も慌てることはない。そろそろか。よし、来たな。では行くぞ。お前たちのウォンバットパワーをよこせ。力がみなぎってきたぞ。これが公式キャラのパワーというやつか。あいつ、公式キャラになんてこと。行くぞ。グリーン、仲間をかばってやられるとは、まぬけなやつめ。次はそこで見ているお前たちの番だ。危ない。いや、またかばうか。本当はこっちで見ているお前たちの番だ。やめろ。他人をかばってやられるとは、いい気味だな、キダレンジャー。さあどうするお前たち。もう守ってくれる奴らはいないぞ。このままではやられてしまう。会場のみんな、よく聞いて。みんなの応援は池田レンジャーのパワーになるの。大きな拍手で応援して。みんなの力が必要なの。無駄だ無駄だ。この力は、やあ、どこにそんなパワーが。みんなありがとう。これで池田レンジャーも復活だわ。
ードブラスト。ヤガワのような強きパワーをチャージ。ヤガワキャノンウォーター。くそー、セッ、サツキヤマクロー。サツキヤマの大自然のパワーをチャージ。なんだぞ。サツキヤマウォンバッチパンチ。くそー、ウォンバッターの応援がこれほどのパワーになるとは。セッ、この列位から次へと。みんな、こいつを倒すには拍手のパワーがもっと必要だ。大きな拍手で我々を応援してくれ。会場のみんな、お願い。みんなの心を一つに、せーの。みんな、ありがとう。ガンガラビのような熱き心をチャージ。必殺大文字切り。おのれ池田レンジャー、またしてもやられてしまったか。次は明日23日商業祭、駅前公園で覚えてろ。さらばだ。みんなのおかげで今日も勝てたよ。本当にありがとう。ありがとう。でもクリーン、お前が刺された時は本当にダメかと思ったぞ。俺もダメだと思ったんだけど、さっき買ったこれが僕の身を守ってくれたんだ。それは池田レンジャー公式アイテム第2弾、ブラックオンバットのボスのキーホルダー。アクリル製のカチカチさ。池田レンジャーバッグの方もよろしくな。今ならエコバッグとセットでお値段ジャスト1000円。安い。でもグリーン、敵のグッズの宣伝をしちゃダメよ。いやね、そうだったね、ごめんごめん。それじゃあ次に会う時までみんな元気でいてくれよな。本当にありがとう。ありがとう。池田氏の愛と平和と自然を守るために俺たちは悪と戦い続ける。頑張れ商工業青年隊池田レンジャー。